宇佐美時重、鶴見中尉を信じられなかった説。大好きな人の一番になるためなら他人を踏み台にしちゃう系男子、宇佐美時重。作中で宇佐美はたびたび目をつむるような笑顔を見せます。この笑顔にも意味があったんではないでしょうか。というのも、友春くんといた時の笑顔、全部目をつむってるんです。もしかして見たくないもの、認めたくないものから目を背けているというサインだったんではないでしょうか。えかったーと言ってるものの、心の奥底では徳城さんは友春の方がと感じ、駒として扱われたいと言ったのも月島軍曹に一番を捉えたから、その一番は意味がないものだと否定するために駒と言い直したんではないでしょうか。そして宇佐美の最後の笑顔、これって鶴見中尉の一番になれたことを信じられなかったんではないでしょうか。知らないで誰よりも鶴見中尉を見続けたものの、鶴見劇場を唯一与えられなかった男、宇佐美時重でした。